はい、杉浦太陽です。ついちゃんことついのぞみです。はい、まあ、今回はね、はい、我が家の畑ということで、農作業をのんさんに教えたいと思いますやってよ。やります、はい、めちゃくちゃ苦手な農作業やれますかやれませんか。 やりたくはないけど農作業はできますかできませんか。できません。よし、スタート。イエイスジチャンネル。これ何、種？種。秋冬野菜作り、まず畑の前まで行きましょうか。行きましょう。植えるよ。はい、今回植える野菜です。え、今日植えんの？植えるよ。今日はスティックセニョール植えましょう。何スティックセニョール？スティックセニョール、茎ブロッコリーですね。あとは、はい、白菜です。白菜、タイニーシュシュ。さあ、とりあえずじゃあ白菜からです。ここが我が家の畑です。何ファーム？杉浦ファーム。すごいのできてるじゃん。ほら、オクラめっちゃでっかいよ。はい、ということで今からここに穴を開けて種を埋めていくのかな。多分あれだ、苗をさっきの白菜の苗を埋めるんだと思います。何もわからないので言われた通りに。辛い。これが落花生だって。ここは何が埋まるんでしょう。あ、これ植えるんだ。この子を多分ここに植えるんです。はい、いいだろう。これでしょ。そう、これを4つとりあえず仮置きして。何仮置きって。何仮置き。ここに穴開けてやるよ。ここに穴開けてやるよ。だいたい4株だね。私お手本見れますので、ここに穴を開けます。穴開けて、何て言うのそれ。穴開けて、そのままここに行きます。ズボン、よいしょ。ピースにしてやると根が。ああ、それ知ってる。知ってる。はい、これ根が回ってます。これ根っこね。このままドンね。あとはちょっと周りの土を乗せつつ植え付け完了。Okay. こういうことです。OK です。 OK。 よいしょ。場所そこの真ん中でいいんじゃない。ここでいっちゃんのパワーは足りません。で、穴開きました。そしたらここに水入れます。先に水で、お水だって。よいしょ。レモン。そう、そうちゃん、ピース上手や。お、上手。じゃ上手。で、砂かけてあげんだって。周りを。何個あげる？何個やるの？4つ。四つ。じゃあここ一個やって。はい。ああ。で、中の土を押して。土ごと取れるから。いけ。はい、土取れました。はい、穴開きました。そこに水。はい。初植え付けです。ちょっと回しながらやると。そうそうそう。え、こっちからいる。え、中押しながら、中押して、そうすると。頑張れ。穴開きました。土も取れました。そこに水。はい、あ、もうそっちは早い。手どうした。ママさんバレーで負傷中です調子こいて泡技できたパターンです。泡技もできてるし。あ、じゃあもう植え付けこれ以上できへんな。根っこ回ってる？回ってるね。
と周りから土ちょっともらってきて、周りっていうかその畝の中から。畝って何？その畑の中から。なんかここあこれ取ったやつでいいじゃん。取ったやつでもいい。あとは水やってください。じゃあもう上手。はい、白菜が大きくなりますように。白菜が大きくなりますように。これでお鍋しないといけないから。次は何ですか？次はキャベツ？キャベツ？キャベツ。キャベツ？キャベツもできるの？キャベツとスティック戦がある。そっちゃんいいじゃん、上手。もう見せて。じゃじゃーん。じゃじゃーん。ナスを取ったぞーって。ナスを取ったぞー。イエーイ。全部取って。オクラも取って。ちっちゃいやつはね。うん。オクラも。いいよいいよ。美味しそうじゃん。ナスあれね、チクチクするの気をつけてね。焦げ。これいっぱい取れ。すごいじゃん。ナス、ナス、ナス、ナス。頑張って。あ、そっちゃんがオクラいっぱいじゃん。あとこれ食べ頃だ、美味しいよこれ。赤カブ蜜の小松菜どれがいい？小松菜かな。小松菜。小松菜を巻きます。何？何やってんの？あ、野菜を洗ったの？小松菜。小松菜。繰り返しやってるよ。はい、今回は私が担当した赤カブ、赤カブ、小松菜植えました。こんな感じで赤カブと小松菜植えました。で、太陽さん何をしてるんですか？防虫ネットですね。虫除け。虫除け。虫除け。もうちょっと次これ落花生らしいです。これもちょっとしたら収穫します。さっちゃんが果肉割れないように走ってるから。かゆいね、行こうね、もう帰れ、いただきよう。もうね、かゆい。終わりです。イエイ。こんなに取れました。こんなに収穫できました。とりあえず今日はこんなもんですかね。うん、はい、キャベツとブロッコリー、白菜、赤カブ、小松菜、うんうん、でナス、キュウリ、ピーマン、マゴリ、もうちょっとしたらあとはブロッコリーとキャベツ、そして落花生。ね、差が多い中ありがとうございました。やばくない？これ土入り、いかがでしたか？楽しかったです。本当ですか？本当ですか？はい、農作業はいいですね。作業っていいですね。素晴らしいですね。これからもちょこちょこよろしくします。はい、秋冬野菜の植え付け以上ということで、はいはい、あとはまた大根とかね、うん、やると思ってるんですけど、ね、ちょこちょこ畑も上げていきましょう。はい、はいはいはい、ということで農業女子、農業女子目指していきたいと思います。頼むよ。蚊が買いよ。早い、はい、ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということでたーくんと飲んでした。バイバイ。